皆さんこんにちは。マリオメーカー2、皆さんのコースプレイしていきたいと思います。スーパーベルランド、いろいろな仕掛けがいっぱいのコースです。途中にある木箱を最後まで持っていくとちょっとだけ良いことがあるかも。下 B 壁張り付きということで、 N マリオさんのコース遊んでいきます。おーおーおーおお、びっくりした。これは どっちでしょう、下か上か。下っぽいですね。壁張り付けてこういうことか。ハンマーブロス、すぐに当たる。はい、まずはピンクコイン1枚目で猫マリオになると。ブロックの中はコインのみですね。登っていき、10コイン一応取って透明度感。あー、木箱ありますね。一応持ってきますか。 N おっと、なんかガンガン出てきたんですけど、鍵ゲット。猫マリオじゃなくなっちゃいましたけど、大丈夫じゃないですね。あ、大丈夫か。ドスン壊してくれるのか。はい、では次、中間。あ、で猫マリオに再び慣れて、一旦木箱置いて、はい、でまた持っていって、次、あ、入っちゃった。大丈夫かな。ん？これはボーナスステージですかね。1アップの方がたくさん。んで、さっきの場所戻ってきたのかな？多分。で、また木箱ありますが、ああ、もうゴールですね。50コインはいただきましょうか。この高さじゃ、あ、ギリギリ届かない。これ木箱下のやつって持ち運べんのかな。あ、持ち運べない。じゃあこれ持ってきておかないと50コイン取れないですね、きっと。なるほど。はい、50コインゲット。おや、びっくりした。なんかいるんですけど。これはどう、上と、あ、猫マリオから届くのか。ありがとうございます。 3D ワールドのギミックも面白いですね。透明度感とか 3D ワールドにしかないねギミックもありますので、いつか私のコース作ってみたいです。ワールド 4-3 上下する毒沼の夜の森、勝信さんのコースですけれども、前回の動画で紹介させていただきましたが、なんか一部不備があったということで、そのコースは削除されて新たに再投稿されたようです。なんかスターコインもどきの調整を行ったということらしいので、まあ、どんな感じかもう一回プレイしていきましょう。基本的には同じだと思うんですけどね。うん、パッと見は全く同じに見えますね。スターコインのまず1枚目がここにあるのも変わらず、ヨッシーもいる。ではまず1枚目、うん、これは普通に取れますね。で、このあと、あれ、こんなにプックいましたっけ、この段階で。これが2枚目のところですね。ここは結構ギリギリなんですよね。ギリギリ取ってすぐ戻れば間に合う。同じですね。はい、あとは3枚目。服用注意。
うん、この辺も同じで、ファイヤーフラワーが確かありますね。さあ、ここから気をつけていかないと怖いですよ。やっちゃった一気にいっちゃいましょう。あれ微妙に変わってるかな、この辺。怖い怖い3枚目は下にあったはず。あ、ここですね。あ、でもどうだろう、特になんか大きく変わったようには見えないですね。はい、でゴールド。スターコインもどきよりもなんか他の部分一部若干変わっているようには見えましたが、ちょっと私にはあんまり大きな違いは見られませんでしたね。はい、ということなので前回のコースは削除されてますので、プレイされる方はこちらのコースで、挑戦していただければと思います。カツドムリさんの新しいコース、ワールド4の城、サケロトゲコンボの城、遊んでいきましょう。スターコインの代わりもできれば見つけていきたいですね。あー、うまい棒上はなんかあんのかな、ん？なんかありそうだけど、こっからはさすがにこれ無理ですよね。ちょっと無理そうですね。壁キックでいけるかなと一瞬思ったんですけど、ちょっと厳しそう。でこのジャンプ台はどっかで使いそうなんで持っていくとして、ここかな。あ、ここだ。おお、あった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 。もう一回左に来ていただいて、これでこうか。まず1枚で、この下大丈夫でしたっけ。いや大丈夫じゃない。もう一回ぐらいジャンプ台使いそうな感じもしなくはないんで、一応持っていきましょう。いや、必要ないかな。すごい、うまい棒だらけだ。フラワー、んー、土管、なんか隠しとかありません？あった、1アップキノコバネ持ってきちゃったんですけど。さあ、裏側に入ってちょっと上見るか。何もなさそうですね。さて、これ交互に出てきてるんでちょっとやっぱり見えないや。あー、下のコインのところは平気か。コインのところだったら平気なんで、こうですね。で、はい、あー、なるほど、下にありますね。これはこのタイミングか。あ、当たっちゃった。よし、これで2枚目。コインのところで一応避けられますが、まあいいや。これで表に戻って、あともう1枚。なんか上に狭い道ありましたね。ジャンプ台必要でした。あ、ゴールが近い気がするんですけど、さっきのあの狭いのなんだあれちょっと一回さ進めてみますね。すごいなびくともしないですね。あれ、ドアがある。あー、でもこれで上行けんのかな、さっきの狭いところ。いや1枚取れてないぞ。おお、ちょっと通らせてちょうだい。強引に行こうと思ったのに、行けた。 OK。 3枚目だよ。さっきの狭いところに多分あると思うんですけど、どうやって行くんでしょうね。
それで初見プレイでは2枚だけ取れました。はい、ありがとうございます。スターコインの3枚目多分この上のあの狭いところだと思うんですけど、普通にはいけないんで、多分隠しでもあるんじゃないかな。あ、やっぱりですよね。じゃないとさすがに無理なんでね。よし、じゃあこれ乗って、あ、ここですね。おお、なかなかいい場所に。これは少し滑って取る。取れました。でこれで元の方に戻れると。 N マリオさんのコース、行かれた太陽と砂漠、パワーアップアイテム一切なし。今回は中間ポイントはあるけど急いでゴールしましょう。救済アイテムあり。遊んでいきましょう。制限時間が多分短めなんでしょうね。あとは太陽って書いてあるので多分太陽も登場すると。何秒ぐらいでしょうね。100秒。100秒っていうことは、まあ、そこまでむちゃくちゃ多分きつくはなってないと思うんですよね。なのであんまりのんびりはできませんけど、ある程度慎重には多分いけるような気はしますが、どうでしょう。お、ジャンプ OK。 危ない。中間ワンワン、またハンマーブロス。慌てず慌てず慌てず、あ、ゆっくりゆっくり。おお、怖い。パックンもいる。 OK ですね。中華2個目、シャキーンきた。やばいやばい。まあ中間切れてるんで、しかも2個目ですからね、まあ大丈夫でしょう。あら、取れちゃった。うっそうっそうっそ。大丈夫かな、これは。踏めない。ジャンプどうすん。あ、はい、 OK、 いけました。まああんまり慌てすぎるとね、やられちゃいますけども、かといって慎重に行きすぎても時間結構きついと思いますので、まあほどほどにっていう感じでしょうかね。ありがとうございます。スポさんのコースいきます。勝つには勘が大事。みんなでバトルコース、ずる賢い人は簡単にクリアできます。ゴールすればわかるでしょう。遊んでいきましょう。スポさん初めてのバトルコースですね。テクニックじゃなくて勘。あ、海ステージか。まあバトル専用なんでどこ行っても多分同じでしょう。一番上行きますね。さてさて、あー、ちょっと見づらいですね。雪は、ん？あー、これで P を押させると。押した。で上行っていいんですよね。今のところ特に勘がどうっていう感じはなさそうですね。さあ、ただここはちょっと火に気をつけてゆっくり進んでいきましょう。慎重に慎重に、ボタン押しすぎないように。あー、行き過ぎた行き過ぎた。はい、抜けました。さあ、お次は、おーい、はい、さっきのところですね。トゲが左にあったんで一旦まず右側慎重に。あー、結構ギリだなこれ。結構ギリですよ。はい、うわは。はい、戻ってきました。いやー、結構ギリなんで、でもさっきは上に当たったんですよね。上に当たったんで、この高さを維持しながら左へ。
難しいな。いけた。で、今度は右ですね。上に当たらないように。OKOKOK。かぶって持ち上げて、いいんですよね。OK か。で、右側。はい。入って。お？ OK ですね。あ、ちょっと待った。マジか。そういうことですか。いや、わかりました。理由が。いや、これもう一回やりますけど、もう皆さんもお分かりですよね。結構シビアなね、あのいろいろ配置がありましたけども、まあ、そんなことしなくても、この P スイッチの効果が切れて、土管じゃなくて、ここ入ればゴールできると。いうことですね。もしみんなでバトルでこのコースが来たら、土管ではなくて雲の方へ皆さん行きましょう。はい、ありがとうございます。あ、これクリアタイムであれか。バレちゃうかな。最後はカツ丼ぶりさんの帰ってきた絶対にスイッチを押すなよアレンジバージョン。初代マリメで投稿していたコースを上下反転アレンジさせて再現しました。以前に P スイッチ押してはいけないステージプレイさせていただきましたけれども、今回は上下反転付きと。あ、本当だ。これは難易度高そうですね。頑張っていきます。 P スイッチの当たり判定っていうんですかね、結構左右に幅広いんですよね。ちょっとずれただけで、ね、押しちゃうんで、かなり難しいですよ。あ、これここから無理だわ。ジャンプして加速。ここも、ここからですね、多分。ジャンプして加速。じゃないと加速が多分追いつかないと思うんですよね。これは奥まで多分届かないな。ここで着地して、わー、OKOKOK。よいしょ。なんだあれは。え？一気に行くのかな？着地して間に合うかな？あ、一応間に合うか。うわ、怖い、やっちゃった。いい感じだったのに。さあ、ここ。あー、危ない。危な。うわ、ここに来ましたよ。うわ、どうしよう。いや、これ上から行くか。いや、無理だ。一気に行って、よし。あ、行けるかな。うん。おお。まだ？まだ？あ、見えた。はい。はい、よし。あ、ちょっと。あぶな、びっくりした、最後。あ、びっくりした。いやー、難しかった。はい、ありがとうございます。では今回はここまでとしたいと思います。また投稿された場合は挑戦させていただきますので、よろしくお願いします。